やってきたのはマリーゴールド勢、ロッシー小川プロデューサーが先陣を切っています。そこには高橋が前、ゆずきの姿も。ビッグネームチェンジをしてやってきたファイターたちもいます。そして元アクトレスガールズ6人います。そして戦うのは私たちとばかりに、未来超貴婦人桜井舞。未来は昨日デビューから丸5年、こちらが未来です。そして林下宇多美、最強だって先輩方よろしくと、ここに。そしてジュリア、触れたら分かる、分かるんだよお前らと。あの新宿フェイスに衝撃、お騒がせ度をアップしてのマリーゴールド勢です。何が起きているのか一寸先は分からないマット界、ならばこのマジック乗らない手はありません。井上さん、そう出てきましたね。いや、びっくりしましたね。全員で来ましたね。すごくやはりマリーゴールド一致団結してね、この戦いに臨もうとしている姿勢が分かりますね。これが彼女たちの考え方なんですね。そうですね、旗揚げ戦前にね。あ、マイクですか。マイクだ、ジュリア。レッスルマジックにお越しの諸君、ごきげんよう。おいおいおい、今日は5月20日に旗揚げするマリーゴールドの宣伝に来ましたよ。はあ、おい、おめえら、おい、盛り上がる準備できてんのか、おい。ああ、聞こえねえな、盛り上がる準備できてんのか、おい。準備はいいか、おい。いいのか、おい。OK されたら行くぞ。長女両国列伝の始まりだ。黙っちゃいられない、当たり前でしょう。魔法のリングで何をやっても許されるとはいえと、激しくなった自己主張、見せてきた2人対2人、後からやってきた者たちに全部奪われるわけにはいきませんと、ここは一旦手を組んだ。グレート昨夜から一挙手一投足、雨やか艶やかしなやかに、そして突き越し、グレート昨夜、眼差しの鋭さ、敵の目を射抜くかのよう、さらに野崎なるさ。さあ現在タイトルコレクター状態、ミユネこと高瀬美由紀、そして井ノ葉匠がニヤリ、マーベラスの大エース。ペーパービュー購入方法はレッスルユニバースに会員登録の上、ペーパービュー販売ページから購入いただけます。無料会員は3800円、有料会員は3400円。何が起こるかわからない5月4日レッスルマジックをレッスルユニバースペーパービューでお楽しみください。